2020年21年シーズンにですね、新しく PRS のシリーズが生まれ変わります。昨年とですね同じカラーリングではあるんですけども、実は全く違うブーツになっています。まずどこが変わっているかというと、一番特徴は足幅の部分が全て変わりました。あとシェル、カフ、もちろん両方とも変わってますし、インナーブーツも変わってます。あと細かいこういうパーツ類、これも全て変わっています。で、具体的な変更点としては、一番大きいのがシェルの変更点、それからカフのコンビネーションというところになります。まずこのワールドカップという競技用のモデル、こちらはもう今年すでにワールドカップで2勝を挙げているし、まあ、あと2位が1回、3位が2回という感じで、まあ、今までの実績、今日までの実績としてはすごくザレベルとしては初めての快挙を成し遂げているところです。で、面白いところはこのワールドカップというブーツ 92mm なんですけども、これとコマーシャルラインの 97mm というモデルが同じシェルの金型を共有しているというところです。外側の幅は一緒なんですけども、内側のシェルの厚みが違うというのが特徴です。外側の側の寸法は一緒ですけども、中が違うということで履きやすさが変わってくるということになります。で、インナーブーツも同様に変わっています。ワールドカップ用のインナーブーツは硬いタングに、すごく中身も硬いしっかりしたタングで、足元をしっかり支えます。で、こちらの140というタイプはワールドカップのタングと、内側はワールドカップと同じ素材でも、外側はもうちょっと柔らかくて履きやすい。130、110に関してはもっと柔らかくて履きやすいというので、同じような見た目なんですけども、全部違うブーツに仕上がっているというのが大きな特徴。そして一番面白い特徴といえるのはこのカフの部分で、通常こういうスキーブーツのカフというのは、一番最初に基準になるサイズを作ってから大きくしたり小さくしたりという作業をするんですけども、この DRS の場合は全てそれぞれのターゲットに合わせたサイズのカフのコンビネーションを組み合わせて、その開発を同時に進行しています。なので切り方としては22、23というカフ、それから24というカフ、25、26というカフ、それから27、28というカフ、この4種類のカフを持っています。なので一見見た目が同じに見えるんですけども、サイズが変わる、硬さが変わると、このカフの形が厚みだったりとかいうのが微妙に異なっているというところがすごく特徴です。これによって各足のサイズに合わせたターゲットスキーヤーの力に合わせて無理なく滑ることができる、というのが特徴的だと思います。まあ、とにかく今年ですね、今現在すごく伸びているブーツというところもあって、世界的にすごく注目されているブーツなので、ぜひ試していただきたいと思います。